イスラスデラバイア県の一イスラスデラバイア県は18アルホンジュラスの県の一つ。本土の北方約6 0トルのカリブ海に浮かぶ諸島からなる。イスラスデラバイア諸島西からウティラ島、ロアタン島、グアナハ島が主な島。県とはロアタンで、ロアタン島にある。面積261平方キロメートル、人口38,073人。島民は、 黒人奴隷の子孫とカリブの先住民との根血であるガリフナ系が多い。公用語はスペイン語だが、昔イギリスが長く領有していたこともあって島民は英語を話すものも多い。イスラスデラバヤ県を構成しているイスラスデラバヤ諸島は英語での古称を使用し、米諸島とも呼ばれることもある。グアナハ島産後省の島々で主な島は1502年にクリストファー・コロンブスによって、 発見された際、N1、この島は、ペチ族船住民が居住しており、すでに大型船で、現在のホンジュラス本土やユカタント交易を営む文明を持っていた。しかしスペインは、奴隷制度を禁じていたにもかかわらず、スペイン植民地総督はこれらの諸島を本拠に、船住民を、植人族、キリスト教に敵対すると決めつけ、奴隷として売買する、奴隷貿易を推進した。 1516年には、キューバ植民地総督ディエゴ・ベラスケスでクエリアルは、インディオの減少による、労働力不足を補うためにこの諸島や、他の土地からの奴隷の輸入を推進した。その後、諸島の人口は大幅に減少した。1638年、バージニアのウィリアム・クレイボーンが、ロア・タン島に植民を開始したが、この植民地は短命に終わる。 しかしこの諸島へのイギリスの関与は、その後200年以上続くことになる。この期間、オランダ人、フランス人、イギリス人の海賊が、スペイン系の交易船を襲うことが、ホンジュラス湾で頻発しており、オランダ人海賊が諸島を襲撃したが、このイギリス人植民地は名を逃れ、ロア担当の現在のポートロイヤルの近辺であった。1642年から1650年の、 間にはイギリス人の占有するポートロイヤルをめぐり、スペインと戦艦を派遣し、交戦スペインがポートロイヤルを奪還した。その後、1742年に再び、イギリスが中米のカリブ海岸の確保を意図し、ロアタン島のポートロイヤルを再び要塞化。1775年までにイギリスが植民地を確立。イギリスはグアテマラから、 キューバの間のスペイン商船を妨害し襲撃することを意図しているとの情報がスペイン側に伝わり1782年にスペインはロアタン島を襲撃した1788年にはイギリス側は島を完全に明け渡した1821年に中央アメリカが独立した際この諸島はホンジュラスの領有権とされたイギリス領有していた ベリーズの総督はこれを認めず、1852年には、ロアタン島を正式なイギリス植民地として主張。アメリカ合衆国が、この主張に対し異議を唱え、協議の末、1859年にはイギリスが諸島を、ホンジュラスに返還した。1861年には、諸島が、ホンジュラスのイスラスデラバイア県として設定された。ただし、住民の中には1902年まで、 イギリス領ではなくなったことを認めない者も,も多かった。1950年代末でもまだホンジュラス国籍を否定する住民も多かったとされるが、ホンジュラス及びイギリス領国は1861年の条約締結以降にこの諸島で生まれたものは全てホンジュラス国籍であると合意している。スキューバダイビングのライセンスが取得できる観光地、アメリカ合衆国をはじめ、 カナダやヨーロッパからの観光客が多い。外国人が経営するロッジも多く、英語も通じやすい。ただしヘヘンという日本の顔小さくしたような虫が生息しており、これに噛まれると痒くてたまらない。ヘヘンよけのクリームが必要である。注釈、このコロンブスの第4海溝会はインド洋に抜ける海峡を探索していた。つまり西回りでの 高領諸島到達を目指していたのである。中米海岸を航海し、その工程でグアナ波島にたどり着き水を補給するため上陸した。出展。ありがとうございます。